本日のゲストを紹介します。キングオンズ、よろしくお願いします。さあ、これは見た目面白いバンドでできましたよ。これはそうですね、これ、ちょっとご紹介の方していただきましょう。すいません、ちょっと自己紹介の方よろしくお願いします、はい、ボーカルの BB です。 BB さん、ボーカルの BB さん、よろしくお願いします。 BB、 そしてギターの KJ です。KJ、 ギターの KJ さん、よろしくお願いします。 KJ さん、はい、そして後ろはドラムのハンダです。ドラムハンダさん、はい、よろしくお願いします。そして、すいません、ベースの中田です。お願いします。なんですいません、よろしくお願いします。バンド名の由来というのは、はい、キングオンズでキングカズとゴン中山を足して、はいはい、2で割って図にしました。サッカーがお好きなの？サッカー大好きです。サッカー大好きで、キングカズ、キングカズ、中山ゴンさん、はい、サッカー好きそうには見えないですけど、いやいや、いやもう週一でやってますから、ね、やっている、もう現役で、その髪型でやってるんですか？そうですね、やってますね。紐くっつけて、紐くっつけて、よう見る、そうですね。外国人選手は、はいはいはい、はい、もうギターな BB は普通になんか、はい、そのサッカーで怪我してライブを休んだことがあるという、あかんかんだ、ライブの前日にサッカーやって腰痛めて、腰痛めて動けなくて、うわマジっすか、うまいんですか？うまいんですか、ね、一回優勝しましたからね、小さい大会なの、今フットサルっていう、はい、いやいや大したもんですよ。優勝どこで、栃木で優勝、栃木、いやその栃木県全部とかではないですけども、大会があって十何年、もうそっちで出てよじゃあそっち応援するわ。いいバンドロックス、バンドもやってる、サッカーもうまい、いいかな、バンド素晴らしいじゃないですか。何その髪型にみたいな、いや、 やっぱそのビートルズからラモーンズ、ラモーンズ、やっぱりラモーンズ、確かにラモーンズですか、好きで、ビートルズからラモーンズ、ズも好きで、ラモーンズも好きで、それやっぱこういう髪型で、そうですね、皆さん細いし、なんかラモーンズな感じですね。ちょっと音楽ね、あんまりちょっと聞いてないんで申し訳ないですけども、じゃあラモーンズ系なんですか、パンクとか。そうそうそう、パンク系。あのでも前ライブハウスにいましたよ。ライブハウスにいましたよ。僕らが出たライブの時に、新宿ジャムっていうライブハウスなんですけど、ね、俺の前見てましたよ。あ、はい、あらら、あなた出てたんですか。ライブ僕が見てた、いました、はい、絶対ライブ、僕らのライブも見て帰りました。あら、はい、まあ、あ、思い出した、あの時のね、はい、ラーメン、思い出してない、思い出してないよこれそれいつぐらい前ですか。ジェリータイムスっていうイベントで、はい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 、それのそういうイベントがあって、はい、新宿のジャムっていう小さいライブハウスなんですけど、はいはいはい、いきなりいて、いきなりいて、絶対そう、何してたお前は。僕多分知り合いがそれ仕切ってる人なんじゃないですかね、うん、そうです、ね、あ、でお客さんとしておった。僕お客さんとして出てないですよね。出てないです、はい、お客さんとしています。見てるんやんか、あれ。いやちょっと聞きたいですわ、あれ音楽です、音楽、はい、いただこう。もう向こうからしたら一回やってんじゃねえかよあれすみませんね、ね、どれぐらい怒ってる。いやいや、いや怒ってるやん、めっちゃ怒ってないです。でも40分ぐらい見てましたから40分きっちりですよね。がっつり俺のライブも見てるんだから、全部見た、見てました、聞いて、あ、聞いてくれてくれてるんだ。最初から最後まで聞いてた、見ましたね、はい、ことは良かったんですよ、ライブは。まあ、そうですね、途中で出てた。ただ僕覚えてないですよ。なんでやこれ、なんでなんやろその時もその頭でした。もう、間違いない、全く一緒です、はい、全く一緒です、全く一緒です。あ、そう、ごめんなさいね、全く覚えてないですわ正直言います。え、でも良かったです、全く覚えてないですけど。なんやろ、どういうこと、どういうこと、ちょっと心配ですね。ねえ、何最初聞いてないですけど、みたいな。このメンバー忘れへんやろ。そうです、一度見たら。いや、だからもう自分、僕ね、この髪型にして1年弱ぐらいなんですけど、うん、やっぱりあの、うん、影響されたんかな。嘘つけ1年弱何の嘘やねん見てたら、あ、俺もっつって、うん、それまでもう控えたんですけど、うん、見て、うん、あ、あの髪型にするな。ビートルズ、ビートルズ言ってたやんか。そしたらなんでキングオンズ、キングオンズって言わへんの。キングオンズです。え、なんなん。いろいろライブやってはるんですか。はい、やってます。どこで。
今年6月には台湾ツアー、はい、そうですよ、海外のツアーじゃないですか。台湾台湾台湾なんで台湾、まあ、日本全国ツアーした後に、はいはい、最後にその番外編ということで、はい、海外に行ったのかいな。はい、そうっすよ。うわすごい。台湾すっごい暑いんですよ、ムシムシしてて、はい、だから髪が、いや長い人がいないんですよ、みんな短髪、ほとんど短髪なんですよ。ほとんど短髪、ほとんど。あ、なんかイメージありますね、髪が気になる人。そうそうそう、ほんとに、ほんと街歩いてたら、ほんとみんなに見られちゃう。なんだこの人たちは、みたいな。台湾で髪型みたいな。女の人も短い。まあ短い。マジで？基本。嘘つけ。台湾のイメージそんなないわ。台湾の女性の髪型で。で女の人とも思うかな。そうですね。女の人とも思わない。あ、そう。何それ。いやそう突っ込みとも言えない。ちょっと怒ってくれたな。ちょっと怒ってたよ。怒ってる。強いです。はい。で今回は、ね、演奏の方が、はい、楽しみにしたいと思います、はい、これから の、まあ、あのキングオンの、夢なんか教えていただければ、はい、やっぱり台湾には行ったんですけど、はい、他はもっと大きな国とかイギリス、アメリカ、はい、そういうところでもライブをやっていきたいなと思ってます。まあ本場って言うとあれですけども僕もね言うたら世界に目を向けて、はい、その目片っぽ隠れてますけどね。そうっすね、世界に目を向けて、世界に目を向けてやっていきたいと思います。行きましょう。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、あ、じゃあちょっと今頑張ってる若者のね原石を応援してる番組なんですけど、今の若者たちにちょっと BB さんからこう、俺からっすか、メッセージなんか一言いただけたら、はい、若者よ、うん、頑張れなんか、ケパセンターみたいに見えてきたなんか、ちょっと3年 BB みたいな、あ、そうっすか、髪型といい、そのネクタイの感じといいそこだけちょっと、まあ、ケパセンターじゃないかただのいや、でもよかった、今の魂が入ってましたからありがとうございます。はい、今週のゲストは、キングオンズの皆さんでした。ありがとうございました。